こな先生アシストね、もう本当1万あの約1万8千人1万9千人のねお客さんをこう騙したなという感じですね。はい、誰もがねシュートだと思ったはずなんですけど、ただ一人ねサムレッチの24番だけはパスを選択したという、はい、って言いたいんですけどね、完全なシュートミスです完全なでもね、あの結果それが、はい、そうですね、はい、その積極的な姿勢こそが、はい、いやもう本当その通りです。あの積極的にねあのシュートを打とうっていうその思い切りの良さがねああいうゴールにつながったというふうに思ってるんで、あそこでねなんか消極的になったらもっと違うプレーになったと思うんで、はい、あれはあのプレーで良しとしましょう。はいはい、本当ね10年間勝ってなかったですし、あのこうやって、ね、新たな一歩また、こう踏み出せるっていうのはまあいいかなと、またこのままねどん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 続けていきたいなというふうには思ってます。サポーターの久しぶりの声はいやー良かったですね。あの劇場をやっててもね非常にこう楽しかったですし、あのやっぱね勝つっていいもんだなと改めて今日思いました。はい、じゃあこの元気を日本中に届けましょう。いや本当ね、そういうふうに思いましたね。本当たくさんの笑顔とかたくさんのエネルギーをやっぱここ広島からね、届けていきたいなというふうに思ってるんで、また次の試合もしっかり、やっていきたいなと、まあ、サンフレッチェも頑張るのはもちろんですけど J リーグ全体でこう盛り上げていけたらいいなというふうには思ってます。次はムジリ選手にもちゃんとコスチュームちゃんと用意して。そうですね、本当ね伊佐さんも、ね、なかったんでちゃんとしっかり準備してダビドも次は二言ぐらい、ね、言えるように仕込んでおきたいなというふうに思います。お疲れ様でした。